まあ、課題となってくる、ね、ポジションの一つがセンターバックなのかなと思っております。はいはい、まあ、というのも、やっぱもう長らく10年くらい立脚してきてる森重選手、うん、やっぱ30後半でずっとレギュラー取り続けるセンターバックで、今までの歴史上だったらそんなに実はいないんですよね。偉大な選手、ね。だから森重選手はすごいんだけど、うん、そろそろ考えなきゃいけない風なところは出てきてる。ただ、木本選手がいて、うん、まあ、今シーズンちょっと怪我多かったですけど、トレビザン選手がいて、はい、若手軍団がね、いろんなところで研鑽積んだりもしてますから、うん、基本的には大丈夫そう。一番の東京の課題はサイドバックになっちゃいましたと。去年の台所事情表やってた時にはサイドバックできる人十何人いますみたいな話してたんですよ。小川亮也さんが、はいはいはい、ポルトガル行っちゃったりだとか。レンタルなんですね。はいはいはい、形。だから完全買取オプション付きのレンタルだと思われるので。活躍次第ってこともあるからね。はい、うん、そうすると、一番上、長友さんって、はい、この長友選手から鈴木選手の間、はい、本当だね。結構空いてんすよね。確かに。ここは、ロンドン世代あたり、リオ世代で埋めていきたいのか、それとももっと若手をということなのか。ちょっと東京はこのサイドバック論が多分一番長くなる時間なんですよ。うん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 、というのも、確か記憶にあるのが、はい、去年の10月最終予選中に長友さんは FC 東京と契約交わしたんですよ。うんうんうん、今季までなんです。だからワールドカップのところでどうなるかなんですよね。なるほど、ね。もしかすると、あくまで現状の契約のもので考えたら、鈴木純也選手、中村穂高選手、あと柏木選手の3人しかいなくなる可能性があるんですよね。うん、東京としては何とか内閣で多分長友さんと契約延長だと思うし、うんうんうん、プラスアルファ岡庭選手大宮から戻ってくるってのもあるでしょうけど、はいはい、それがもしないとかであっても、うん、まあ一人は取っとかないとまずいよね。